死髄は、歯の内部において存在する、素繊維性結合組織のことである。俗に言う、歯の神経。死髄の外形は、増下質の外形に、ほぼ一致しており、髄質の部分を幹部死髄、根幹部分を根部死髄と呼ぶ。特に、髄質核を満たす死髄を髄核と呼称する。死髄は、増下質直下の幹部死髄を、表層から、増下目細胞層。 細胞器白層、細胞中密層、死髄の中心部と4層に区分することができる。ただし、昆布死髄では、細胞器白層が不明瞭となる。増毛目細胞層から細胞器白層にかけては、血管が豊富で、細胞器白層から細胞中密層にかけては、ラス効果を神経層が発達している。このラス効果を神経層から枝分かれしたものの一部が、 造毛細管内に侵入し、造毛目細胞の突起に結合している。髄核は、脂髄の中でも、血管と神経の両方が、よく発達している。脂髄は、多種多様な細胞成分を含んでおり、造毛質を髄側から形成する、造毛目細胞、コラーゲン繊維の形成と分解を行う、繊維目細胞、血管の周りに存在し、造毛目細胞や、 繊維目細胞へと分化する未分化肝陽細胞が存在する。また、免疫細胞として、マクルファージやリンパ球、樹状細胞が存在しており、可能性脂髄炎の際は、甲中球なども見られる。脂髄は骨髄よりも肝細胞が取りやすく、さらに歯で守られていることから紫外線などによる遺伝子の損傷も少ない。そのことから、将来の再生医療に向けて、 死髄を保存する死髄細胞バンクが民間企業により設立されている。ありがとうございます。